いつもありがとうございます。テロリー村上です。今回は薄気の豊かな食材に魅せられたイタリアンシェフ奥恵子ということで話します。イタリアンシェフ奥恵子、まあ、奥恵子さんね、72歳ですね。テレビでね出てたんで、まあちょっと調べてみたんですけども、まあ、元々そのテレビの取材を受けてたっていうのは、その薄気市の、まあ移住キャンペーンですよね。なんかいろいろやってるみたいなんですけども、大分県なんですけど、定期的にその宇津木市のモニターツアーっていうのをやられていて、まあそうですね、2、3年前に彼女はまあそのモニターツアーというのに参加して、そのわずかね2ヶ月の短期間で、まあ、もともと千葉県にお住まいだったんですけども、まあ、すぐもう移住を決めてしまったということですよね。もともとはその、まあ、千葉県で、まあ、レストランというかねを、まあ、やられてたみたいですけども、パッとねこう決めてしまうところが直感的で、まあ、素晴らしいなと思うんですけども、まあ、ただそのもともとね薄木市生まれで小学校1年生までその育ったということで、もともとね土地勘があったんでしょうね。なのですぐ決められたということで、まあ、なかなかね、もともと知らないとこういう早い決定ができないのかなというも思いますけど、そういう意味ではね、いろんなことを見聞きして知ってるってことは、決断とか判断するのにね、時間を要しないというか、もう時間の節約にもなるのかなと思います。まあまあ、そのイタリアンシェフの奥さんですけども、まあ、薄気のね、まあ、美味しい魚と、まあ、お母さんの薄気弁で育ったということで、まあ、故郷なので移住しやすかったということもあって、それとまあ朝起きてね、イタリアンシェフなので、まあ、自分が食べたいなと思った野菜を収穫して料理を作るのが理想ということで、ここでの生活は本当に楽しいということで、まあ、まあその家のね住まいお住まいの近くに、まあ家庭菜園というかあって、そこでね野菜を作って、まあそれをもう30年のベテランのイタリアンシェフでお手の物ですよね。すごいこう色とりどりのイタリアの料理っていうのもまあ綺麗でね、もともと国旗がねああいう緑と白と赤ですかね、ああいうなんかこう色でこう色で作ったような料理っていうのは非常にね見栄えもして素晴らしいなと思うんですけども、まあその大分のね、まあ、魚とか野菜とかっていうのは非常にね、まあ値段もね地元行けば分かるんですけど結構安いんですよね。町で野菜をね仕入れるというか買うよりね、そういうのは、まあ、野菜も野菜ってことでよくテレビも出ますけども、それをね生かしたねオリジナルなイタリアン料理教室っていうのも開催してしまうんですよね。さすがですよね。まあ、誰か入れ知恵したか分かんないですけど、まあその近くのね公民館みたいなところで、公民館っていうとちょっと大きいところですね、ハザコっていうところのなんか施設があるみたいですけども、そこでねハザコネイチャーセンターっていうのかな、そこでまあもう 2,3 年前からその年始にねハザコでイタリアンっていうのをなんかイタリアン教室ってやってて非常に興味深いんですよね。なのでそういった30年のね話でなんかこういろんなこう、まあ、東京にも千葉にもいたということでいろんなね話が聞けて、結構こういう人っていうのは、まあ、世の中にいっぱいいると思うんですけど、なかなかねその、テレビのメディアに出てたら誰か興味持ってねこんな風に話をしたりとか、まあ、いろいろ口コミでも伝わると思うんですけども、なかなかねそういう機会もね薄いかもしれませんが、でもこういいねなんかこういう企画とかこういうものっていうのはいろんなところでね真似られて、どん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 ねこういった人のね30年とか40年とかの知識とか教養とかスキルとか技術とかをねいろんなところで還元できる、ね、機会ができたらもっともっといいのかなと思いました。ということで今回は、薄気の豊かな食材に魅せられたイタリアンシェフ奥恵子ということでお話ししました。ありがとうございました。